水難防止とか、そういう啓発の講習会ということをですね、リバリー会議の方に主催で開催しますので、よろしく一つお願いします。大学生の合宿などで、お泊まりになったり、海水浴などのレジャーで、お泊まりになるお客様を、お迎えになる皆様方にですね、海の事故で、どういったところを気をつけたならば、防げるだろうかというところを、皆様方からもお泊まりになる海に行くであろう方お客様たちに、いろいろな注意をですね、促していただければありがたいなと。もう一名については未だに行方不明となっております。合宿の疲れとか、そういう開放感であったりとか、そういったところで海岸で、海水浴場、期間外の夕方であったり、海水浴場が設置されている期間の後ですね、暑いからといって、合宿が終わって練習が終わった後、海岸で遊んでいるとき、そういったときに一番事故が起こりやすいということなんですよ。県外の方、もしくは内陸部の方ですね、この離岸流っていう言葉が何なのかが、よく分かっていらっしゃらない方が多いです。そういった意味では離岸流ってこういうもんなんだよ、海、海水浴場もライフセーバーがいる海水浴場で泳げば安全だけど、期間外であったり、そういったところで泳ぐのは危険なんだよ、そういうところで、事故が一件でも減ればと私たちは思っております。これからね、海のシーズンになりますよね、はい、で我々こういう宿泊業としてやっぱりお客さんに今言われたの一言ね、アピールすること、これを忘れないでね、お話してあげたいと思います。酒飲んだら入れないで、その一言ずつ言う話してあげれば、水難事故が防げるかなと、これは思っておりますね。子どもさんは楽しくね、楽しい思いで合宿に見えてるのに、はい、ちょっとした油断でもう悲しいことになったらとんでもないから、引き受けた宿もね、それでは大変困るので、注意は今日のこの講習を受けて、もっと注意しなくちゃっていうことを感じました、はい、参加された皆さんですね、すごく興味深く聞いてくださっていまして、で、すごく協力していただけるなという雰囲気を感じております。これで実際、梅雨が明けて、観光客や大学生の合宿の皆さんがですね、ひたちなかにお越しになった時にですね、ぜひこのホテルや旅館の皆さんから声をかけていただいて、海難事故の防止につながるように期待したいと思います。痛々しいというか、悲しい事故が、一つでも減るように。